ワイルドすぎて大変なことになった。ヒカキンゲームズヒカクラ、全国のイオンでヒカクラグッズ販売中。ヒカクラ T シャツもウームのショップでついに発売。説明欄のリンクからチェックしてね。ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうも、今急遽動画を回してる緊急事態のヒカキンです。はい、どうしよう、何から喋ろうかな。見ての通り、今これマングローブがホーム画面にもこうやって映し出されてますけども、少し前に来たマインクラフトバージョン 1.19、 今もう 1.19.2 ですけれども、ワイルドアップデートっていうね、超でかいアップデートが来たわけですよ。オーデンがいたりとか、こういうマングローブがあったり、カエルがいたりとかね、地形とかも本当にワイルドに変わってね、あの地下の古代都市ができたりとかで、こういう大きいアップデートが来た時に、私ヒカキンがやる企画といったら、はい、ヒカクラのワールドを今アップデート後に作ったらどんくらい違うのかっていうね、これ昔もこの企画アップしたことあるんですけど、今回も今までにないくらい大きいアップデートだったんで、今さ、あの例えば昔のヒカクラワールド、元祖ヒカクラワールドを作ったら、家の横にマングローブあんじゃねえとかさ、もしかしたら初期スポーン地点の下にオーデンいるんじゃねえとかさ、楽しそうじゃんと思ってやろうとしたんですよ。で、このね、マインクラフト統合版、今ヒカクラ2でやってる統合版のヒカクラ2ワールドとか、Java 版の昔の元祖ヒカクラ、ヒカクラワールド作ってみようかなと思ってちょっとね、試したんですけど、あれ？何が起きてんの？というね、とんでもないことになったんですよ。ちょっと行くよ。もしかしたら間違ってるかもしれないから、行くよ、行くよ。まずこれ、ヒカクラ2やってる統合版、いつものマイクラなんですけど、これで、同じシード地入れてワールド作ってみます。はい、新規作成、1.19.2 ですね。で、一応ちょっと空飛びたいので、クリエイティブでいきますね、もうね。で、シード地をここに入れるんですけど、これちょっと非公開なんで入れますね。はい、ヒカクラ2と同じシード地入れました。いくよ。これがワイルドアップデート後のヒカクラ2のワールドです。いきます、せー、3、2、1、ファイヤー。え、ヒカクラ2ってサバンナで変わったよね。昔の動画見てみるとこんな感じ。いいワールド、いい景色、平らなワールド、荒野、ただ後ろはいい色の草生えてる。そして川がある。おお、水が切るやつがなんかいる。え、空飛ぶよ、行くよ、確保してくださいね皆さん、せーの。嘘でしょ。俺これさ、シード地打ち間違えてないかとか、何回も確認したんですけど、間違ってないのよね、多分。嘘でしょ？面影ゼロなんよ。まあ、ゼロじゃないかもしれないけど、ほぼ違うワールドになってんのよ。こんなとこに針葉樹林帯みたいのないし、あんな剥き出しの沈没船ないし、あと村は？村ってこっちの方向だったよな。いや、これさ、何が言いたいかというと、もう、超ワイルドなアップデートが入ったことにより、今までのシード地を入れても、同じワールド、雰囲気の同じワールドは、作れなくなってしまったんじゃないかっていうこと。これ結構さ、マイクラの歴史、10年ぐらいだよね。今までなかったよね。だからさ、
まあね、今回のアップデートって今までにないくらい楽しいアップデートじゃん。なんだけどこれついにもう同じワールドは作れないというくらいまで大型のアップデートだったんだっていうことを今回分かっちゃったんですよね。もう絶対ほんとヒカクラワールドだよな。もし間違ってたらすいません。はい、謝罪します。もし間違ってたらすいません。いや多分間違ってないんだよね。でこれはもうなんか確認しようがないからマジかとしか言えない。はい、でちょっとこれ間違ってたらやばいんで、ジャパ版の元祖ヒカクラワールドでも同じシード地でワールド作ってみたいと思います。ちょっとこれマジかよ、ちょっと鳥肌立っちゃってさ俺。でこのジャパ版はバージョン昔のやつもね起動できたりするんですよ。だいぶ古いバージョンでやってみるか。ちょっと 1.17 の時は変わってなかったよな確か。はい、クリエイティブでこれですね。ここにヒカクラ1の、シート値入れます。はい、間違いなく入れました。砂漠とかはやめて。まあ走ればいい。お山だ。それも緑は綺麗な緑だ。おお。お、それもこっちには木が結構いっぱいある。豚もいる。山でかい。それも山の上ちょっと雪降ってるね。作成。これは多分昔のっぽいヒカクラワールドになるはずなんだよね多分。 3,2,1 あれこんなんだったっけ。いくよ、せーの、ヒカクラワールド。あ、これ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 、いきますよ。そう、感度が高いな、なんか。ん?ん?あ、そう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 、これ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 。はい、村があって、そうだよね。ちょっと違うけど、ここら辺に家建てて、あ、てか、ここに家建てたのか。ここに家建てて、あれ?スポーン地点変わってるな。あ、ただ、完全にヒカクラワールドだね。昔の。昔この辺にスポーンしたんだよね。で、ちょっとそれも変わってる。ここら辺にスポーンして、え、山だって言って、村があってね。そうなんだけど、そう、これを期待するじゃん。で、この村の下にウォーデンいるんじゃないかとかさ、なんかそういうのを期待するじゃん。いくよ。1.19。1.19 です。最新ワールド、ワイルドアップデートです。はい、マングローブになってるジャパ版です。作りましょう。怖いよね、これもう。1.19。クリエイティブ。入れます、シード値。入れました。いくよ。ワールド新規作成。怖い。あの表の比較なワールド。ワイルドアップデートでどうなってしまったのか。いきます。これが 1.19 ワイルドアップデートの元祖比較なワールド。3,2,1 ファイア。あれ?同じっぽくね?いや、花が違う。先ほどと違う。いきますよ。空飛ぶ。あ、いくよ。せーの。お、え?せーの。飛びます。ちょっとあるけど、この村何?ちょっと面影はあるけど、いや、いや、いや、海ある。面影、ねえな。サバンナなかったし。ただ、あ、ちょっと面影ある、こっちの村。ただ、この村何って名前いいとして、この村ワイルドだ、ワイルドだ。はい、というわけで完全にもう新しい世界になっていくんだなっていうのをちょっと衝撃を受けたと。まあ寂しさもありつつ、こうやってマイクラが思い切ってアップデートしてくれてるから、僕らもずっとマイクラがね変わってて好きでいられるということをね知って衝撃だったんですよ。これがヒカクラ1なのか。ちょっと探検しよっかな、ヒカクラ1ワールド、ね、ヒカクラ2のさ統合版の前、ワールドはさもう海ばっかりでさ、これジャバ版、いやー
ただ神ワールドだなこれ。地下とかも見てみたいけどもね。まあ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 、いやびっくりだよ、蜂もいるわ。で調べてみたんですけど、 1.18 くらいからもうあのダイナミックなさ、でっかい山とかができるとか、洞窟が広くなったとか、あの 1.18 のアップデートの時点でこのくらい違くなってたっぽいですね、多分。自社調べです、間違ってたらすいません。うわーマジかよ、こんなでかいサバンナか。そうだからね、昔のマイクラではこんなダイナミックな地形はなかったわけで、今からね、ヒカクラやりますなんて言ったらこのワールドだったわけですよ。長い草あるんじゃないかなこれ。そうだからもう本当に昔ながらのワールドで遊ぶにはバージョン古い方で遊べる Java 版とかになってくんのかね。イコールまあ統合版って昔のバージョンで遊べたっけ。それで言うとまあヒカクラ2のワールドはもう幻になったってことでいいのかな。ほら廃校とかあったらすごいな。でもあのヒカクラ1のワールドって結構廃校がすぐにあったりしたんですけど、ある名残があるかも。ちょっと待って、廃校あるわ。ただ超ダイナミック廃校だ。うわうわ、ちょっと名残あるかも。名残あるけど、あるけど、まあ廃校があったってだけではあるな。うわちょっと衝撃、朝撮ってるんですけど、朝から衝撃受けても急遽撮影しました。うわでもこれいいな、ヒカクラ1のワールド、村が2個ある。赤い家に長い草あるかな、それだけ見て。それだけ見ようかな。この家だったっけ、長い草あんの。あ、違う。お、せーの、変わっちまった、村さ変わっちまった。お、3-2-1ファイヤー。背の高い草が2個。いや、 やっぱいいアップデートだな。うん、昔なんてこれ猫もさ、アイアンゴーレムもいなかったんだからさ。あっちの村も見てちょっと終わろうかな。あっちの村はなんか名残がある感じがするんだよな。廃校がある時点でちょっと名残があるんだよ。最初の初期スポーン地点の真下が廃校だったんで、あーちょっと名残あるね。ここに噴水があって、まあ、これもあったよね昔。ただまあダイナミックになってんな。家とかもだいぶ作り変わって良くなったよね。いやただね、そう同じだと思ってさ、この企画撮影しようとしたから。であと昔からマイクラやってる身として思うのは、本当に高低差とかすごいから、いいワールドに当たらないとこれ整地とか超大変だよね。こんなボコボコだからさ、それも含めてもうワイルドだよな。ワイルドアップデちゃんだぜ。あ、こっちの村宝ねえわ。ウォーデンはいないかな。ちょっといい、このすぐ近くにあのウォーデンの青い苔みたいのねえかな。それだけ見て終わろう。家のすぐ近くにこんなんあるしさ、すげえ。でもちょっとやっぱワクワクが勝つわ。暗視をいただきます。でークリーパーがめっちゃいるんだけど、なんだこれ。ウォーデンはいなさそうかな。ちょっと今暗視のポーション飲んで、この初期スポーンの村の横のこのでかい山の下にウォーデンだけいないか 見るか。ヒカクラ、元祖ヒカクラワールドは今でも神ワールドなのか。うわこの辺とかにする。待って、こっちすごくなかった今。うわすげえ、なんだこれ、崖の、これ超すごい。待って、ヒカクラワールドすごすぎるこれ。待って、村がさ、鍾乳洞のでっかい穴、この洞窟と一体化して一番下にも村が続いてる。これすげえ。やっぱりヒカクラワールドは神ワールドなんだ。
うわほら馬がここにいんの。馬だけ馬だけか。すごいねこれ。さあウォーデンいないかだけ見て。すーげー。やっぱでもマイクラ進化してってるね本当に。すげーわ。この変化を恐れずにこんな素晴らしいアップデートしてくださったんですね。うっ、すげー、ヒカクラ最高。え、あ、違うよね、要塞とかじゃないよね。ヒカクラ、ヒカクラ最高。嘘っしょ、名残があると思って廃校と思ったら、うー、初期スポーン地点のすぐ下に、もうね、いるやん、これ。都市ではないものの、古代都市ではないものの、そっか、こんなダイナミックになったんだね。よかったね。よかったね、これね。すげえわ。ワイルドアップデート最高だわ。はい。てなわけで、マイクラ、8年目ですかね、僕。8年間、なかった衝撃でした。まあ、本当に詳しいね、人たちだったら、もうとっくに知ってたことなのかもしれないけど、案外、知らない人も多かったんじゃないかなと思って動画にしました。この動画、もしよければ評価、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ、その他、私、ヒカキン、SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。